はい、皆様おはよう、こんにちは、こんばんは。突然ですが皆様、このなんとも言えぬ平和クレイジーな画像、なんだと思いますか？仮想大会？でもみんな同じ恐竜だし。恐竜祭り的な？こちらはですね、鳥取県で行われたイベント、ティラノサウルスレースの様子なのですが、マジで最高だったんで皆様にも共有したい。テレビをつければ連日放送されている恐ろしい、悲しいニュースの数々、できれば見たくないんだー。ぬおー。ニュースでそんな荒ぶるなし。でもまあ確かにほっこり平和なニュースとか見ると、世の中、こんなニュースで溢れたら良いのにな。そんなことを、ふと思う時はあるよな。そうなんです。ということでゆるい平和なほっこりを皆様と共有するニュース霊夢、始めました。その記念すべき第1回目のゲストとして、このお三方に来ていただいております。よろしくお願いします。簡単に紹介させていただきますと、主さんとマリサさんとキメイさんです。いや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 、簡単に紹介って名前だけかよ。おいらに至ってはフルネームも省略、キメイ丸をキメイにされたぞ。わかったわよ。じゃあ順番に好きな食べ物教えてください。え、わさび海苔。プッチンプリン。マリサはバナナ。勝手に決めんなよ、しばくぞ。好きな食べ物はバナナです。いや、バナナでいいかーい。珍しくボケとツッコミが入れ替わったレイマリ。貴重ですよ、皆様。好きな食べ物紹介って小一の自己紹介かよ。そして最初の恐竜のどうなった市長の本題それだろうが。そうね。そろそろ真面目に本題の方、入っていきたいと思います。お待たせしました。ティラノサウルスレースの映像、見たことない人は絶対見た方が良いわよー。ってことでですね。まずはこの謎のレースの概要から紹介していきますね。こちらの引用元の画像は、鳥取県で行われた際の様子なのですが、こちら、日本で誕生したものではなく、元々の発祥の地はアメリカ。マジか、そう言われると確かに日本ってより、海外感出てるよなあの光景。海外で開催されている様子を映像などで見ていて、面白い、これを日本でもやろうと考えたお方がいたんですね。それが日本ティラノサウルス保存会の現会長、川本直樹さんというお方。いや、日本に広めてくれて感謝ですね。そのシュールで可愛い面白い様子が話題となり、SNS やニュースで拡散されると一気に知名度アップ。特に海外の開催ではまずなかったであろう。レース前のラジオ体操の様子ね。日本ならではの。個人的にはマジでここが最高すぎた、ぜひ概要欄から動画見に行ってほしいわ。主も見ましたが、自然と顔に焼けたわ。あ、一個だけ皆様にお願いです。動画は見に行ってほしいのだけども、主チャンネルから来ました。などのコメントは何卒お控えいただけますと幸いです。ご迷惑になってしまう可能性もあるし、皆様自身を守るって意味でも、よろしくお願いします。どこどこから来ましたとかいうコメントに対し、返信でそういう脳罪とか絡んでくる人もいますからね。そしてこのイベントに関しまして、非常に興味深いというか面白いトピックが一つ。え、これはあの事件の動画サムネじゃないっすか。これと今回のティラノサウルスレースに何か関係が？はい、まさかのあったんですね。それ、詳しく知りたい。しゃ、今回の動画にあたって色々調べてきた霊夢ちゃんが説明しよう。まず簡単にこっちの事件を説明してくれる主ちゃん。おう、ゆずはしが突如として、ゆっくり茶番劇の文字列、商標登録を公表。今後、ゆっくり茶番劇を使いたかったら使用料、年間10万払えと言い出し、大炎上した事件。そう、この事件は先ほどご紹介した川本さんの耳にも入ったようで。普通に全国放送のニュースでも取り上げられてたレベルだもんな。ティラノサウルスレースの知名度が上がっていく中で、この事件を知った川本さんはこう思いました。誰かがティラノサウルスレースを商標登録、使用料とか取ろうと悪巧みする人間が出たら嫌だと。そりゃそうだ。なので川本さん自らが日本ティラノサウルス保存会として、このティラノサウルスレースを商標登録。この二つのつながり、めちゃ納得したぜ。もちろんね、独占とかが目的じゃなくて、すべてはティラノサウルスレースを保護するため。商標登録はしたけども、もちろんお金もいらないし許可もいらないし誰でも自由に開催してどうぞと。ゆっくり茶番劇騒動の時のドワンゴさんと一緒だな。自らが商標登録をすることで、悪巧みする連中が出てくる危険性を事前になくす、本当に素晴らしいです。それにしてもやっぱあの事件の影響っていろんなとこに及んだんだな。それな、よかったぜ、ようやくほぼほぼ無事に解決してくれて。ちなみにですがこのレース、現在は全国各地で開催されておりまして、えぐいな、めっちゃ開催されるやん。地元近くで開催されてる場合は見に行ったり参加したりも楽しいかも。近所で開催されたら行きたいな、と思っている主です。興味ある方はぜひ、一覧をまとめてくれているサイトがございましたので、
概要欄の URL から確認してみてくださいね。ってことで本日はですね、知らない人にはぜひ一度見てほしいなって思いまして、ティラノサウルスレースを取り上げてみた、ニュース霊夢でした。ご視聴ありがとうございました。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。